最初にご紹介するのが鍋ぶたオーガナイザーです。収納するものに合わせて長さを自由に調整できます。使わないときは畳めるので邪魔になりません。私はお鍋やお鍋の蓋を収納するのに使ってます。他にもまな板を収納したりと、アイデア次第でいろんな使い方ができると思います。コップや食器などを乾燥させるのにも使用できて便利です。次にご紹介するのが天然の竹でできたオストビットというサービングプレートです。天然の竹でできているので抗菌作用や防臭作用があります。ここにイケアのロゴが入っているのもすっごく可愛いです。普通にまな板としてもちろん使用できますが、こちらは名前の通りサービングプレートとして使用するとおしゃれです。人が来た時にこのようにおしゃれに盛り付けてみたり、自分だけの時でも朝食のパンやサラダをプレートに乗せて食べるだけでも気分が上がりますよね。この場で一緒に使用しているまな板もイケアのものなんですが、こちらは廃盤になってしまったのか、すでに公式ホームページでは見つからなかったです。次がこちらのマグネットクリップです。レシピを留めておいたり、写真を飾ったり、輪ゴムをかけておいたり、いろんな用途で活用できます。これすっごく磁石が強いので、私はこの IKEA で買ったお玉などを引っ掛けてるんですが、ビタッとくっつくんです。落ちてきたことは一度もありません。新たな収納場所ができて大活躍してます。次がこちらの大きなスプーン、スパゲッティサーバー、フライ返し、お玉の4つがセットになったキッチン用品4点セットです。ステンレスというのがスタイリッシュで気に入ったのと、4つセットでこの値段というのがすごくお買い得だなと思って、もともと持ってたのを総入れ替えしました。我が家では先ほどご紹介したマグネットクリップにこのように吊るしておいてます。この大きなスプーンとか使い道はあるのかなと思ってたんですが、実際使ってみると炒める、混ぜる、すくうがこれ一本でできてしまう優れものなんです。例えばこのようにパスタの具材を作るときとか、ドロッとしたものを混ぜたりすくったりするのに役立ちます。スプーンなので最後にフライパンの隅に残った具材までしっかりすくえるのもすごく便利だと思ってます。こちらのスパゲティサーバーも細い麺や切れてしまった麺までしっかりすくい上げるのですごく重宝してます。ちなみにこちらはまた別の商品で、サラダトングとして売られてるんですが、パスタをお皿に盛るときにも大活躍します。こちらもステンレスなので、すべてセットで揃えると見た目が統一されていい感じです。次がステンレス製の小物入れです。裏がマグネットになっているので、冷蔵庫やレンジフードに貼り付けることができます。蓋が透明なので中身が一目でわかります。
スパイスやハーブを入れて見せる収納にすれば、キッチンインテリアのアクセントになります。中に何を入れるかで雰囲気が変わるところも楽しめます。次がシリコンの蓋3点セットです。今はこちらのものではなくて新しくなったものが出ているんですが、ほぼ使い勝手は同じかと思います。料理を保存するときの蓋として使えば、ラップを使わずに済むのでエコにも節約にもなります。このように持ち上げても落ちてこないぐらいにしっかりと密閉されます。そしてこちらすごいのが、レンジ、オーブン、食器洗い機、冷凍庫 OK で、耐熱温度は220度までとなっているところです。保存しておいた料理を冷蔵庫や冷凍庫から出してそのままチンして食べられるのがすごく便利です。もちろんお鍋の蓋としても使えます。我が家はフライパンをそれぞれ蓋付きで購入しているわけではないので、この蓋があるとすごく助かってますし、何よりガラスの蓋とかよりも軽くて扱いやすいのがすごくいいです。サイズが3種類あるので、あらゆる大きさのお鍋や器に対応できるかと思います。このように重ねられるので収納するのにも場所を取らないのもとってもいいです。次がリークリグというティーポットです。2つサイズがあって、こちらは 0.6 リットルの小さい方のサイズになります。ガラスでできててシンプルで見た目がおしゃれなところが気に入ってます。このポットのいいところが、まずガラスなのにすごく軽くて扱いやすいです。あと結構ティーポットって蓋を押さえながら注がないといけなかったりしますが、これはこのように蓋がきちんと固定されてしまうので、注ぐときに蓋が落ちる心配がなくストレスフリーで使えます。外から中の色が見えるのもティータイムなどに見てるだけで癒されます。今回は耐熱ガラスなので電子レンジにも対応してます。冷めてしまったらレンジで温めることができるのも魅力的です。全部分解できるので洗いやすいのも気に入ってます。このお値段でこれだけいいところがたくさんあるので、コスパがすごくいい商品だと思います。次が陶器具という白でシンプルなデザインのサラダスピナーです。サラダスピナーはいろんなところで見かけますが、 IKEA のは何と言っても安いので、まだサラダスピナーを使ったことがない方も試しやすい価格だと思います。まずサラダをこの中で洗います。蓋をきっちり閉めたら、くるくる回して水を切っていきます。水がこんなに出てきました。水を捨てたら野菜をボウルの中に戻して蓋をしておけば、すぐに食べない時もこのまま冷蔵庫で保存もできます。一度に結構な量の野菜を水切りできますし、軽くて扱いやすいのですごく重宝してます。この網の部分が粗くて隙間から野菜が落ちるという口コミも見ましたが、レタスなどのそんなに細かい食材でなければ十分使えます。次に
にご紹介するのがステンレス製のお玉置きです。お玉置きは別にわざわざいらないかなと思ってたんですが、買ってみて大正解でした。カレーとか汁物を作った時にお玉の置き場所にいつも困ってて、お椀とかに入れても倒れてくるし、まな板に置くと汚れるしということで、ストレスを感じてたのが一発で解消されました。お玉を置いてもしっかりフィットして倒れてくることなくちゃんと安定します。お鍋をするときに食卓に置いておいて使うのにも大活躍してます。このお皿の部分がこのように取り外しができるので洗うのもすごく楽です。私はこのように出しっぱなしにして置いていることが多いですが、出しっぱなしにしててもおしゃれ感があるところも気に入ってます。次がこちらのゴールドのコーヒーメジャーとクリップです。この高級感あるゴールドに一目惚れして購入しました。見た目だけではなく使い勝手もいいです。袋の口をクリップで留めて、計量スプーンをクリップに挿しておいて置いておけます。私が購入した時はゴールドしか売ってませんでしたが、最近シルバーも出ているようで、そちらもとってもおしゃれでした。このゴールドのメジャーと相性ぴったりの缶もご紹介します。こちらのブロムニングという黒とゴールドがかっこいい缶です。コーヒーや紅茶を袋ごと缶の中に入れておいて、メジャーを使った後はこの部分に挿して置いておけます。ちょっとエレガントにコーヒータイムを楽しみたいときにぴったりのアイテムです。以上、IKEA のおすすめキッチンツールのご紹介でした。一つでも参考になるものがあればいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。